はい、こんにちは。今日は、減量日記ということで、日記じゃないけど、その周期、なんか1週間ごとにこれから減量しとる間はね、なんか撮っていこうかなと思ってカメラを回した。ちなみに今日はね、5月17日の日曜日。俺は前の大会に出ますみたいな動画でも言ったんやけど、8月23日に行われる、今のところ予定、コロナでさ、わからんけど、まだ中止にはなってないよね。まだ未定みたいな感じで、でもその予定で、中止にはなってないけん、俺の中ではまだその開催される予定って思っとるんやけど、その予定の兵庫県で行われる兵庫県男子ボディービル大会かな、なんかそれに向けて減量をしているというものです。で、まずね、俺減量のその始めた最初が今年の2月の20日ぐらいから多分スタートしたんよ。あんまり結構ね、ぼやっと始めた感じではあったけん、なんかその辺スタートの日がいまいちつかめてないんやけど、確かその辺ぐらい。で、ちなみにこの家に引っ越したのも2月20日ぐらいなんよね。で、そっから本格的に、ちゃんと減量はしよろかな、みたいな感じなんよね。やけん、そうやね、そっからって考えたら何週間経ってるんかな。2月20日の次の週からカウントするとして、12週目ぐらい？もう、12週目ぐらいやっとるんやけど、多分ね、2月とかはそんなに本気でやってなかった感じ。もうちょっと減量しようみたいな感じの時ね、2月は。やけん、でもとりあえず、12週目でいいや。12週目っていうことで、やっとる感じだね。で、体重なんやけど、その2月20日の時から、2月20日体重測ってない。21日の時点の体重が 87.4kg で、今日が 82.6kg やけん、12週間で 5kg しか落としてないけん、ペースとしては多分結構遅めやと思う。でも、あと3ヶ月あるし、こっからさらに5、6kg って考えたら、結構そんなもんかなって思ったりはしとるね。今年俺がそのやるのは3回目、3年目減量を経験するわけやけん、去年と一昨年の感じからしたら、こんな感じでもいいかなっていうふうには思っとる。で、体重の推移はこんな感じだね。で、この1週間のやつを見てみると、月曜日82.3キロで、火曜日82.1キロ、水曜日82.3キロ。これ水曜日にチートデイ1回入れたんよね。体重が思ったように落ちんかったよね。水曜日にチートデイ入れて、代謝上がってたつもりやったけど、木曜日がもちろんバッて上がるやん。木曜日が80、2.7キロで 400g バーンって上がったんやけど、金曜日に 82.2 キロでそっから 500g 落ちてくれたんやけど、土曜日も 82.2 キロやったけん、また下がらんかなって思って、で、土曜日の昼にチートデイを入れた。カレー食べた。っていう感じの1週間やったね。体重の推移は。体脂肪率の線がさ、黄色い線なんやけど、これはあんまりっていうかもうほぼほぼ気にしてない俺は。なんか見た目とその体重で、なるほどね、みたいな感じで、把握しとる感じ。で、今食べよる、普通の、今週やったら、水曜日と土曜日以外は、米は 600g 食べよって、で、内訳は、朝7時ぐらいに 500g と、昼ジムから帰ってきて、12時ぐらい、12時前後ぐらいに米を 100g 食べよる。で、タンパク質は、毎朝卵5個、全卵5個食べよって、で、あと鶏胸肉を 800g 基本で食べよるんやけど、魚をね、たまに食べよって、多分4、5日に1回ぐらい食べよって、その時は鶏胸肉を 200g 下げて、600g とサバ缶2つっていう感じ。サバ缶は2つか、ツナ缶3つ。で、最近はもうほぼサバ缶2つの時が多いね。ツナ缶はたまに食べる、本当に。で、あと適当野菜をやりよるんやけど、詳しいのはね、モーニングルーティンっていう動画を出しとるんやけど、1週間か2週間ぐらい前に。その動画の感じをもうほぼ毎朝やっとるけん、それを見てくれたら多分イメージはつかめると思う。野菜も、その時の野菜、結構野菜の内容は変わっとるんやけど、だいたい6、7種類ぐらいを、最近フライパンでも全部バーっていっぺんに入れて、炒めて、置いとくっていうか、それを一日分けて食べよるって感じ。4回に分けるかな。で、朝飯が1食目で、あと4食をその鶏胸、魚、野菜で食べていく感じ。で、その2食目の時に、昼飯2食目の時に 100g の米を
食べよるって感じ。そう、食べ物はまあそんな感じよね。でなんかその0キロカロリー系のも全然取ってないし、本当に必要なものだけを食べよるっていう感じ。ちょっと前までは味噌汁、インスタント味噌汁とかも飲みよったんやけど、なんか俺の体感、インスタント味噌汁の次の日ってなんか体重がちょっとだけ増えとったりするよね。なんか知らんけど、とか減ってないことも多かったりするけん、最近はもう味噌汁物系も取ってない。例えばたまに納豆かメカブをどっかの一食で入れて食べよったりする時もあったけど、ここ1週間ぐらいはそれも やってないね。もう結構本当にもう必要なものだけみたいな、野菜と胸肉をシンプルにやっていってるっていう感じ。まあやけど本当体重がさえここに来てね、落ちにくくなったけん、本当にどうしようかなって思っとる。まあ多分もうそろそろ下手したらあのカーボサイクル法ってやつで1週間区切りぐらいで炭水化物多い日と少ない日と普通の日を決めて、まあそれを回していくっていこうかなっても思っとるけど、もうちょっと多分ここあと1週間ないかな、1週間以内ぐらいでそれをまたどうするかを体重と相談しながら決めていこうって感じ。あとそう、日焼けやね。そう、ちょうど今日焼いてきて、ジムの中にね、なんか10分ずつこう焼けるマシンがあるけん、30分コースにして焼いてみた。やけどもう顔が、焼いた後からもう帰りよう時とかも顔がヒリヒリすぎて、むっちゃもうその20分でやめとけばよかったかなって思うぐらいヒリヒリやし、なんか、まあ今とかさ、すげえなんかテカっとるくない？それもちょっと気になるし、まあマスクしとったっていうのもあるけど、まあなんか、あと首もすごいヒリヒリするとか、あと、まあデコはね、髪が今日結んでなかったけん、このまんまこうやって焼きよったけん、ちょっとミスったなとも思ったけど、日焼け具合はまあ、これから持ってじっくり焼いていこうかなっていう感じ。今日はまあこんなところでいいかなって思って、初めてこの原料日記っていうのを撮ってみたけん、まあ来週も、日曜日ぐらいにまたなんか撮って、まあ減量日記というより減量周期、その1週間の感じでどうやったかみたいなので、まあ撮れたらいいなと思っとる。というわけでね、まあなんかダイエットをしとる人、まあちょっとでも参考になればいいかなって思ったけど、まあ、なるかわからんね、正直こういうの。まあ結構ベラベラ喋っただけだし。ということでまあ以上ね、私三陰肉体改造部のゆうきが減量日記をねお送りしてみました。バイバイ。